も日本の強さを、さらに松井沙羅の強さを見せてくれました。カーナンバー33番松井沙羅です。女子というそんな印象はあまりありません。もう一つね、ドライバーとしての注目度が非常に激しいんですけれども、世界的にも8名のドライバーに選ばれて、そのファイナリストにも選出されて、サイドを手伝い進んでいきました。日本勢が応援をしています松井沙羅です。そしてカーナンバー34番は HRT から岡澤圭吾。この鈴鹿では幾度となくドラマを展開してくれました岡澤です。そして44番は K スピードウィンから参戦、 X30 にも参戦するようになったんだねといろんな人から言われるそうです。坂井龍太郎、今回は実はトリプルエントリーを目論んでいましたと、そんな話をしてくれました坂井龍太郎。私はドラゴコルテです。ピンク色の衣装がある坂井龍太郎なんですが、ブルーも少しずつ混ざってきて、ドラゴコルテを狩る坂井龍太郎の速さも注目をしていきたいです。そしてカーナンバー47番アスから近藤達也、そしてエッセイズ最終戦では優勝を飾りました伊藤美奈、全国大会では日本一にも輝いていますよね。そして昨日、昨日ですね、速さも際立ちましたビルガートウィットから美濃浦良樹、昨シーズンの最終戦で X30 クラス勝利を掴んでいきました美濃浦です。続いてカーナンバー62番がアッシュから服部優也、エールモータースポーツからはカーナンバー78福岡市からもともと生駒のチャンピオンです。そして88番チームエマティから中井優斗、昨シーズンの最終戦はこの X30 クラスデビューをしたレースになったんですが、その中で4位というリザルトを残しています。さて FS125X30 クラスタイムトライアルが始まっています。現在トップタイムをマークしていますのはカーナンバー8番中条智博、タイムは49秒855をマークしまして現在トップです。2番手箕浦良樹、49秒984で2番手に立ちます。3番手には服部沙羅です。50秒004で服部沙羅が3番手、4番手がマスターレーシングプロジェクトからの鈴木恵夢、5番手には松井海斗、中井優斗、松井沙羅、福岡からと続いていますが、さあこの2周目でトップに立っていきましたのは一度鈴木恵夢が立ちましたが、そのタイムを上回りまして再び中条智博、中条智博が1周目だけではなく2周目でもタイムを伸ばしましてトップを維持。そして2番手につけていました鈴木めぐみのタイムを上回り、箕浦良樹が2番手に入り、3番手には鈴木でしたが、3番手には伊藤沙羅が上がってきました。49秒676が現在トップ、2番手箕浦良樹が49秒684と全分の8秒差で追っています。球場がトップ、2番手箕浦、3番手の伊藤沙羅のタイムが49秒713です。トップから比べると100分の3秒しか変わらないという差、トップから本が1秒の中に5番手の鈴木みどりまでが入っています。さて現在この3周目では松井海斗が上がってきましたね。原田カートクラブの松井海斗、3番手に上がってまいりました。地元三重県出身、さあここで箕浦良樹がトップに立ちますね。中条智博のタイムを上回りましてついたトップに立ちましたが、この周回4周目ではトップがガラッと変わってきました。まず坂井龍太郎がトップに立ったんですが、そのタイムを上回って佐藤柚月がトップ、タイムは49秒362で佐藤柚月がトップに立ちます。去年のジュニアマックスのチャンピオンの佐藤柚月が FS120大会事務局よりドライバーのお呼び出しをいたします。シニアマックスクラスゼッケン11番並びにモチュール KT チャンプゼッケン2番、以上2名のドライバーの方、至急車検場にお越しください。エンジン交換の申請を至急車検場でお済ませください。さてタイムトライアルです。まだタイムトライアル最後のアタックへと向かっていくかというところです。現在トップは維持していますのが佐藤柚月、49秒362で佐藤柚月がトップです。2番手には松井沙羅が上がってきました。松井沙羅が49秒415で松井沙羅が上がってきた。3番手には坂井龍太郎、この2人の対決は今シーズンも FS125 で見られるというところです。
佐藤柚月がトップ、2番手松井、3番手に酒井雄太郎、4番手に松井海斗、5番手に中条智弘と今結果がブラックです。カーナンバー55番の箕浦良樹から離れていきました。箕浦は7番手、そして佐藤柚月のタイムは49秒と、さらに上げてきましたね。佐藤柚月